UX は、トヨタ自動車が展開する高級車、ブランド、レクサスが販売する、ミドルサイズクロスオーバー SUV である。生産は、福岡県宮若市にある、トヨタ自動車九州宮田工場が担当。2016年にコンセプトカー、UX コンセプトが公開され、2018年11月27日に、日本で市販車として発売された。 トヨタブランドのコンパクトクロスオーバー SUV である CHR をベースに開発された LX、GX、RX、NX に続く末程の SUV にあたり同時にレクサス最小の SUV でもあるレクサス SUV のエントリーモデルとしての役割を担うレクサスのデザインアイコンであるスピンドルグリルの採用は言わずもがな矢印型デイライトは ヘッドライトユニット上部に組み込まれた形となった。左右のテールランプは両端をフィン形状とし、レーシングカーのリアウィングをイメージさせた。レクサスはこれをエアロスタビライジングブレードライトと称している。なお近年のレクサスの多くの車種に採用されているシーケンシャルウィンカーは採用されていない。レクサス初の女性チーフエンジニアの主導によって開発が進められており、 女性にも乗り降りしやすく、小回りが利く車を目指して開発が進められた。そのため、燃費が良く、また SUV でありながら、立体駐車場での駐車などを考慮し、UX の車高は 1540mm に抑えられている。ありがとうございます。